ラゴディベルは、フランス、オーベルニュローヌアルプ地域圏、ピュイドイコールドーム圏のコミューン。県で、最も標高が高く、そして人口が、最も少ないコミューンである。ラゴディベルの、小さな村落は、モンドレ山地の南、セザリエ山地の中にある。クレルモンフェランの南西約70キロメートルのところに、ある。ボルカンドオーベルニュ地域圏自然公園の一部である。 ラゴディベルの村落。左側は、アンバ湖、アンオウ湖、ラゴディベルには二つの湖があり、それぞれアンオー、アンバと呼ばれている。ソースイコール1999年まで、LDH, イヘス、カジニー、2004年以降、INSEE 教会のモディオンラゴディベルの教会広場には、県有数の大きな泉がある。その設置は、かつての主長の一人に起因する。 第一に、冬の間に家畜に水をやるのが困難であったこと、公共で消費される水を供給する問題、潜在的な火災が起きる可能性から、ほぼ同時に30頭の動物が水を飲むことができる。この泉の建設が決められた。サンブレーズ協会は一部が12世紀からの建物で、特に後ろ側の持ち送りにある7つの滞在を表したモディオンが有名である。そこには、 聖母子の興味深い彫像もある。ありがとうございます。